海料理近代美術館の久米と申します。砂沢ビッキ展のご紹介をさせていただきます。砂沢ビッキは旭川に生まれ、阿寒湖畔、札幌、東京などを行き来しながら渋沢達彦、五十嵐孝三などといった文化人らと交流をし、独学で美術表現の道を見出した異色の造形家です。最初にご覧いただくのは、ビッキが1971年から取り組んだ虫や甲殻類、鳥、魚の作品です。ビッキの終生の作品制作のテーマは触れる、動く、動かすというもので、これらの工芸作品にもその考え方がよく表されています。ビッキ芸術の元になっているのは、1950年代から阿寒湖畔で制作していた身につけるアクセサリーや、青年時代から描きたくて描いていたとビッキが言う絵画なんです。そしてビッキは1978年にオトイネップ村に移住し、巨木を手にすることで大作を制作するようになります。ビッキは1985年に札幌芸術の森の野外彫刻の制作依頼を受けます。そして代表作となる4つの風を制作しました。その構想の中から風のシリーズの作品が生まれています。この鬼面シリーズは1975年から88年頃まで続いた連作で、ビッキの代表作の一つです。作品名には木の音を持つ漢字がそれぞれ与えられています。オトイネップの宇佐島にあたるを構えた後は、抽象彫刻を制作する傍ら、ビッキは自家用の家具制作にも力を注ぎました。奇抜なデザインの椅子から丸太のテーブル、そしてキャンドルサンドからシュガーポットに至るまで、新しい環境がビッキの想像力を大いに刺激し、新たな造形を生み出しています。ビッキは神さんの椅子であったり、食べるための器を作ったり、そして抽象的な彫刻を制作しているのだが、この生活の中の彫刻と制作を分類はしないと言い切っています。絵画や素描、そして彫刻など、ビッキのうごめくような多様で、そして豊かな表現の数々、そのエネルギーあふれる迷宮の世界をどうぞお楽しみください。